とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、ブルームーンの必殺技ランキング、行きたいと思います。ではですね、ブルームーンの必殺技、見ていきましょう。3つありますね。まず1つ目、ブルーストリーム。そして、アイシクルウィンド。で、最後に、マインドトラベル。ですね。まあ、どんな感じなのか、見ていきましょう。では、まずは、ブルーストリーム。ですね。ブルーストリームは、はっきり言って、めちゃくちゃ強いです。むちゃくちゃ強い。うん。範囲も広いし、ダメージも取れるので、もう超おすすめの必殺技の一つですね。では、ブルーストリーム、行きましょう。かなり広範囲ですね。それでは続いてアイシクルウィンドですね。アイシクルウィンドは、まあ、遠距離攻撃だと思ってください。うん、遠距離攻撃で攻撃をして敵の真下に渦を作ります。で、周りの敵も巻き込むので結構ね、いい感じの攻撃となってます。で、ボス戦でも結構使えて、ボスが必殺技とかをね、溜めてる間に撃つとキャンセルさせることができるので、なかなかいい感じの必殺技ですね。ただダメージはそこまで取れません。アイシクルウィンド。そして続いてはマインドトラベルですね。マインドトラベルは敵のバフを消して、眠らせるっていう必殺技になるんだけども、まあバフはね、そんなに消えないです。うん、確率なんですけども、ボスなんかはもう特に消えないと思ってください。さらには眠らないと思ってください。なので、まあ、雑魚戦ではそこそこ使えるかなぐらいの、そういう必殺技ですね。マインドトラベル。ではですね、ブルームーンの必殺技ランキング、いってみましょう。第3位。第3位は、マインドトラベルですね。まあ、ボス戦でははっきり言って、使い物にならないです。雑魚戦でも、まあ、眠らせはするけども、バフ消えないっていうことが、ほぼほぼなので、あんまり使えた必殺技じゃないですね。ボスにも、まあ、確率で、効くっていうことであれば、まあ、高難易度とかで、若干使えることもあると思うんだけども、今現在は、とても使えたような必殺技では、ないですね。はい。では続いて第2位。第2位は、アイシクルウィンドです。いい必殺技なんですよ。いい必殺技なんだけども、ダメージが少ない。うん。ダメージがどうしても少ないので、第2位という風にしておいてください。で、1位は、ご存知の通り、ブルーストリームですね。もう、なんだ、この必殺技はね、めちゃくちゃ強い。うん。まあ、全必殺技中トップ3にね、必ず入るぐらいの破壊力と、範囲を持ってます。うん。素晴らしい必殺技だね。第1位間違いなく、ブルーストリームですね。で、ブルームーンの必殺技構成ですね。構成は、もうなんだ、極論を言うと、ブルーストリーム4つでいいです。うん。ブルーストリーム4でいい。で、まあ、ボスがね、たまに、ための長い即死攻撃をやってくるっていう時があるならば、アイシクルウィンドを1つ入れててもいい。うん。まあ、もしくは、ジョブをね、パンツ工程にするならば、アイシクルウィンド1つ入れてると、変身がね、一生解けない感じになるので、まあそれは使い勝手がいいですね。で、まあ基本的には、ブルーストリーム多めです。もう4つでもいいぐらいですね。それぐらい強いです。ブルームーンで夜の学校来てますけども、なんだ俺久しぶり使ったんですよ。ブルームーン。ずっとアースウォーカーで。久しぶり使ったら、強すぎるなこれ。ブルームーン強すぎるな。負ける要素が見当たらない。それぐらいのやばい強さだね。ほんと。これ簡単にチャンス取れるじゃん。
で、何このダメージ、頭おかしいんじゃないのこのダメージは。いや、おかしいおかしいおかしい。え、こんな強かった、こんな強かったっすか。いやー、これはまずいでしょう。はい、ということで今日はですね、ブルームーンを使ってみました。まあ久しぶりに使ったけども、相変わらず鬼のような強さですね。うん、まあブルーストリーム若干隙はあるんだけども、それ以上にダメージ取れるので、これはみんな使うわ。これはみんな使っちゃいますよ。うん、でアースウォーカーの方が防御力ありそうに見えるんだけども、なんとブルームーンの方が防御力が高いっていうね。あ、魔法使いなのに硬いっていう、まあ、ちょっと不思議な現象なんだけども、これはやっぱ人気あるわ。はい、まあ、ブルームーン間違いなく強いですね。はい、ではですね、まだ他にも12体妖怪ヒーローいまして、それのねランキングもやってるので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。